ははい、い、えー、おはようございます。7月12日朝5時6分の A ダのチャートを見てるわけですけども今日はねボックスクっていう考え方をねちょっとお話ししていきましょうかどこで、えー、買えばいいのかどこで売ればいいのかそんなことが分かってくるんですけども、まあ、私のねその解説を頼りにして失敗したとかねなんとか言われてもしょうがないんで、えー、今日はですね私がこれをやってるよってことをちょっと軽くお話しして終わりにしていこうかと思います よろしくお願いします。えっと、まずはですね、これは90日のチャートなんですけども、このね、2円台からあ6円台までね、まあ、もっと言ったら2円ってことはないんですけども、4円台から6円台ぐらいまでがこうやって箱に囲えますよね。うん、で、もうちょっと行くと、8円台から10円台までってのがあります。放送を始めたのはこの2つ目の箱のところです。 ここがトレンドラインを形成しているところですよね。ですんで、仕込むなら、ここの間に仕込むのか、このどこでもいいです。ここの間に仕込むかなんですよ。で、私の放送を始まったのは、再開したのはここなんですけども、なんでそれをしたかっていうと、次にですね、12円、15円の、ちょっとこれ切れちゃいますけども、ボックスが来るというふうに考えたからなんですよね。 ということは、ここで値上がり幅出すわけですから、利確して、ここで儲けるところですよね。ここが。で、利確すると、利確する人が多いわけですから、値段下がっていきます。というところでね、この箱、この箱ですよ。だから、今どこのレンジにいるのかってことをよく認識して、売り買いをするわけです。今、ここの箱ですよね。このレンジにいますよね。 ですんで、ここがね、ちょっともうここからぼかしていますよ。ここが買いのレンジなのか、利益確定して売って、えー、この箱の中の一番安値で仕込むのか、これまたね、一つ判断になってきます。単純に言ってですね、4円から6円の間で100万買ってると、14円になった時って2倍以上になってるわけですね。2.5倍とか3倍とかに。で、利益確定すれば、 あの別に ICU を狙わなくても、きちんと利益って積んでいけるわけですよ。で基本的に A だって、もうね、2円とか3円とか、6円とか8円とか、もうならないんじゃないかなって私は考えてますね。なんでなのかって言われたら、もうそれはね、もう皆さんいろいろと判断があるんで、私はこう思うっていうのはね、別の動画でお話している通りですけども、10円を割らないということは、うん、深く考えられるかなと思うんですよね。皆さんどういうふうに感じる おられるでしょうかあんまりね、あんまり細かく言ってね、またね、お前の言う通りに買ったんだとか言ってね、来るんで、もう私はね、こうだ、ああだって言いません、えー。私が考えてる通りにやってるということでございます。皆さんまた別の考えがあると思いますんでね、そちらの方でバイバイをしてみてください。本日は以上です。